皆さんこんばんは、大井です。現在私は JR 東京駅丸の内口に来ています。今回この動画は出雲運休でまさかの単独運転、サンライズ瀬戸号に乗ってみたということでお届けしていきます。東京と四国山陰を結ぶ国内最後の寝台特急サンライズエクスプレス、途中岡山まで瀬戸と出雲が並結した14両の多層建て列車として運転されています。ただ先日、鳥取県五島総合車両所構内で入れ替え中の285系が廃車予定の381系と接触し、1編成使えなくなってしまいました。予備車が使えなくなったということで、運用している車両をそのまま使えばいいんですが、なんと間が悪いことに1編成ちょうど検査のタイミングに入ってしまったんですよね。サンライズ瀬戸出雲号、毎日上下列車運転されているため1日4編成必要です。ただ285系っていうのは全部で5編成しかなく、1編成故障、1編成検査ということで使えるのは3編成です。つまり運用が回らないんですよね。そこで復旧の見込みが立つまでサンライズ出雲号全区間で運休し、サンライズ瀬戸が単独で東京高松間を運転するんですよね。普段14両で走っているところを7両で走るわけです。そこで今回は出雲運休で単独運転となったサンライズ瀬戸号に乗ってみようと思います。ということで JR 東京駅丸の内中央口改札やってきました。今回使う切符がこちら、東京都区内から北九州市内までの乗車券とサンライズ瀬戸号 B 寝台券です。こちら2枚の切符で早速改札入場していきましょう。今回乗車する瀬戸単独運転の寝台特急、東海道線列車発車案内にはまだ時間が早すぎるため表示が出ていません。ただ各ホームへつながる階段のところの列車発車案内を見てみると、9番線にね、21時50分発寝台特急サンライズ瀬戸琴平行きっていうのが出ているわけです。普段だったらね、瀬戸と出雲は交互で表示されるんですが、単独運転というところで瀬戸しか表示が出てないわけです。 JR 東京駅の東海道線下りホーム中10番線やってきました。乗車する単独運転の寝台特急というのが9番線21時50分発サンライズ瀬戸琴平行きです。まだ9番線には列車来ていません。この後21時25分頃回送列車として入線してきます。普段の寝台特急サンライズエクスプレスっていうのは東京岡山間14両編成で運転されています。そのため発着する東京駅9番線ってのはホームいっぱいに車両がやってきます。14両編成での運転が所定ということで、ホーム上足元にはサンライズ瀬戸出雲号の乗車口目標があります。ここはちょうど8号車の位置ですね。ただ本日はサンライズ瀬戸単独運転です。7両編成で東京岡山間も運転されるんですよね。7両編成で運転される際、14両編成で運転される際と停車位置が若干異なるらしいです。1号車から7号車の位置でね、待ってても乗車口が前に来ないということでね、サンライズ号7両編成っていうね、乗車口目標が新たに設置されています。しっかりホーム上にサンライズ瀬戸号乗車位置変更についてのお知らせが貼ってあります。現状8日間だけサンライズ瀬戸号の単独運転になります。ただその間ね、乗車位置が変わるということでしっかり案内が貼ってあるんですよね。まもなく9番線に当駅始発寝台特急サンライズ瀬戸琴平行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。東京駅9番線には21時50分発
寝台特急サンライズ瀬戸高松琴平行きやってきました。こちら JR 西日本の285系0番台サンライズエクスプレスです。側面表示は幕式になっています。サンライズ瀬戸号金曜土曜っていうのは高松琴平間で延長運転を行っています。そのため本日のサンライズ瀬戸号っていうのは琴平行きになっています。ただ普段の高松行きっていうのも分かりやすいよう高松琴平っていう幕になっているんですよね。それでは3号車 B 寝台乗車口よりサンライズ瀬戸号乗車していきましょう。車内はこんな感じ。両側に個室が並んでいます。使用するのが4番個室ということで、4番個室は進行方向右側のここですね。扉を開けてみると、あ、上段なんですね。上段なので足元には十分気をつけて登らないといけないわけです。いや、寝台っていうのなんかいいですよね。こちらの B 寝台ソロは寝ることに特化した寝台となっています。そのためめちゃくちゃスペースが狭いんですよね。ただサンライズの個室の中ではこの B 寝台ソロっていうのが一番安くなっています。のびのび座席もね、寝転ぶことはできるんですけど、雑魚寝みたいな感じですからね。個室を楽しみたい方はソロが一番安くておすすめです。こちらの個室鍵付きになっています。レバーを赤い位置まで持っていくとね、暗証番号を入力して設定するとね、鍵がかかるんですよね。鍵を忘れないように気をつけましょう。開けるときはね、同じ番号をもう一回押せば勝手に鍵が開くようになっています。285系サンライズエクスプレス3号車後ろ寄りっていうのはラウンジスペースになっています。特急券を持っていれば誰でも利用できるといった感じになっています。でこちらのラウンジスペース、奥へ進んでいくと自動販売機が設置されているんですよね。ただドリンクの数は少ない上、値段もちょっとお高いということでね、停車中にホームで買った方が良さそうです。またラウンジにはシャワーカード販売機があります。 A 寝台シングルデラックス以外はシャワーカードを購入しないとシャワーを浴びることができません。まだ東京発車前なんですが、ご覧の通り売り切れになってますね。もう東京でね、この状態というか途中駅から乗った場合はね、もうシャワー浴びれないと思った方がええです。これだったらね、降りてからシャワーを浴びた方がいいかもしれませんね。寝台特急サンライズエクスプレスは全車指定席です。日付をまたいで運転していくこともあって、乗車券、特急券、寝台券を一人ずつ確認していくんですよね。そのため東京発車前でもすでに検察がスタートしているわけです。私もすでに入居をいただきました。21時50分東京駅を寝台特急サンライズ瀬戸単独にて発車していきます。国内最後の寝台特急の旅がスタートするわけです。ご乗車ありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号琴平行きです。前から1号車、2号車の順で一番後ろが本日はイレギュラーな瀬戸単独運転になっています。そのため自動放送は対応していないからか、車掌さんによる肉声放送での案内になっています。本日この列車は満席満室でございます。くれぐれもお間違いのないようご利用ください。品川通過前に東京総合車両センター田町センターの横を走行していきます。寝台特急サンライズエクスプレスっていうのは朝東京に到着後、ここで車内点検整備を行われた後、夜のサンライズ瀬戸出雲号として運転されるようになっています。列車が現在通過しているのが品川駅です。
東海道新幹線も全列車止まる駅なんですが、寝台特急サンライズエクスプレスっていうのは品川駅通過になっています。品川通過する様子っていうのがね、なかなか楽しめないんですよね。珍しい光景になっています。品川通過後しばらく走行した後、山手線と金閣線お別れしていきます。サンライズ瀬戸琴平行きは多摩川を渡り、東京都から神奈川県へと入っていきます。先ほどお別れしたばかりの金閣線と合流します。ここから先大船まで閉塞感となるんですが、列車によっては追い抜き追い抜かれ並走の様子を楽しむことができます。列車が現在通過しているのが戸塚駅です。この駅、東海道線と横須賀線の同一方面で対面乗り換えできる駅構造になっています。横須賀線の列車を追い抜いていきます。通過しているのが大船駅です。この駅で待機している普通列車の平塚行き追い抜いていきます。寝台特急サンライズ瀬戸、特急列車ということで先行の普通列車を追い抜いたりもするんですよね。大船通過後すぐに鎌倉、逗子、横須賀方面の横須賀線とお別れしていきます。寝転びながら列車旅を楽しめる寝台特急の醍醐味ですよね。いやー、普通の旅客列車でこんなことやったらね、怒られますからね。寝台特急ならではになっています。ご案内いたします。この列車は深夜帯を走ります。それから先の放送によるご案内はお休みの妨げとなりますので中断させていただきます。次の放送は翌朝、岡山到着前からご案内いたします。列車が現在通過しているのが小田原駅です。それではごゆっくりお過ごしください。東海道本線早川真鶴間っていうのは相模湾沿いに列車が走行していきます。明るい時間帯だと海の景色を車内から楽しめるんですが、サンライズ瀬戸号は深夜帯を走る列車です。海の景色は楽しみづらくなっているんですよね。列車が現在通過しているのが湯河原駅です。東海道本線神奈川県最後の駅ですね。一部踊り子号も止まる特急停車駅です。サンライズ瀬戸号は通過していきます。湯河原通過後すぐに千歳川を渡り、列車は神奈川県から静岡県へと入っていきます。東京を出てから1時間30分やってきたのが熱海駅です。この熱海駅は JR 東日本と JR 東海の境界駅です。乗務員交代のため2分ほど停車時間があるんですよね。ご乗車には特急券、寝台券が必要です。熱海駅の列車発車案内です。本日は7両編成での運転ですっていうね、案内が出るようになっています。表示もね、瀬戸単独の表示なんですよね。23時23分、
熱海駅をサンライズ瀬戸号を発車していきます。ここから先米原まで JR 東海管内を走行していくわけです。熱海発車後すぐに列車は旦那トンネルへと入っていきます。全長7804メートル、1933年に完成したわけなんですが、このトンネルが完成する前は今の御殿場線が東海道本線だったんですよね。箱根の峠越えをする御殿場線に対しトンネルを貫く旦那トンネルということで速達化が図られたそうです。全長約8キロの旦那トンネル、山越えということでね、スマホの電波届かないようなイメージあるんですが、ご覧の通り圏外状態にならず 5G でしかも4本アンテナが立っています。さすがにトンネル内ということでね、位置情報は期待できないんですが、動画を見たりとかするのは可能ですね。いやー、ちょっと前まで旦那トンネルって圏外になるイメージだったんですけどね、いつの間にか電波がしっかり届くようになってるみたいです。通過しているのが三島駅です。サンライズエクスプレス新幹線停車駅の三島は通過するんですが、その隣の沼津に止まるようになってるんですよね。さて列車は藤川鉄橋を渡っています。こちらの鉄橋上下線で橋梁の形が若干異なる面白いところになっています。まあ、真っ暗でね、全然見えないんですけどね。また進行方向右手後方にはこちらも真っ暗で見えないんですが、晴れた日には富士山を見ることができます。東海道本線新神原神原間で日付が変わります。また新神原興津間では駿河湾沿いを列車走行していきます。ただ相模湾同様深夜帯を走行していくため外が真っ暗、海の景色は楽しみづらくなっています。東海道本線東静岡駅付近に東海道新幹線の静岡駅留置線があります。ここでね、新幹線が何本か夜間停泊しているんですよね。通過しているのが東静岡駅です。通過後すぐに右側には JR 東海の静岡車両区があります。東海道本線をはじめ特急富士川号の車両などが夜間停泊する場所となっています。東京を出てから3時間23分、3分遅れでやってきたのが浜松駅です。浜松駅4番線の列車発車案内です。JR 東日本管内では単独運転かつ琴平延長の列車発車案内で対応していたんですが、JR 東海管内の列車発車案内というのは単独運転には対応しているんですが、琴平延長の行き先は
表示できないみたいですね。空白になっています。さて1時15分浜松駅をサンライズ瀬戸琴平行き発車していきます。次の停車駅は姫路です。旅客案内所を4時間13分ノンストップで走っていきます。サンライズ瀬戸号は浜名湖を渡っています。深夜帯外が真っ暗ということでね、ちょっと分かりづらいんですが、明るい時間帯だと浜名湖の素晴らしい湖の景色を車内から楽しめます。またこの区間では東海道新幹線も真横を走っています。湖の景色を見ながら新幹線に追い抜かれる様子っていうのも見られるかもしれません。列車が現在通過しているのが新庄原駅です。この駅ホーム神戸型のこの辺りで静岡県から愛知県へと入っていきます。愛知県内の東海道本線は特別快速や新快速といった優等列車が高頻度で運転されています。直線区間も多く線形線路状態もいいのでスピードが出しやすい環境なんですよね。サンライズ瀬戸号寝台特急なんですが、皆が寝静まった牛密時を120キロでね高速運転していきます。通過しているのが名古屋駅です。東海道新幹線も含め全ての列車が停車する駅なんですが、寝台特急サンライズ瀬戸号だけは止まらず通過していきます。木曽川を渡り愛知県から岐阜県へと列車が入っていきます。岐阜通過直前に高架へ上がってくる形で JR 高山本線と合流します。そして列車が現在通過しているのが岐阜駅です。左側には JR 東海大垣車両部があります。乗車している285系サンライズエクスプレスは JR 西日本所属の0番台なんですが、 JR 東海にも285系サンライズエクスプレスっていうのがあって、書類上の所属地はここ大垣車両部になっています。ただ整備などを全て JR 西日本に丸投げしているということで、サンライズエクスプレスはここで滞在することはないんですよね。大垣車両区を抜けた寝台特急サンライズ瀬戸号、東海道本線を外れ何やら別のルートを走行していきます。 GPS の勘違いかなって思うかもしれないんですが、どんどん東海道本線から離れていきます。これ何かっていうと新垂井線を走行しているんですよね。垂井関ヶ原間っていうのは勾配がきつくなっています。今ではね車両の性能が良くなったということで勾配を一気に登っていけるんですが、かつては勾配が登れなかったということで迂回して勾配を緩やかにする目的で新垂井線っていうのが設けられています。今では下り貨物列車と特急列車のみ走行することが許されている特別な線路になっているんですよね。寝台特急サンライズ瀬戸号深夜帯を走行していくわけなんですが、下り特急列車ということで新垂井線を通って走っていきます。関ヶ原柏原間のちょうどこの辺りで
列車は岐阜県から滋賀県へと入っていきます。米原到着前に敦賀方面からの北陸本線と合流します。東京を出てから5時間28分やってきたのが米原駅です。 JR 東海と JR 西日本の境界駅、乗務員等待のため運転停車します。この米原駅は運転停車ということでドア扱いはありません。寝台特急サンライズ瀬戸号下り便というのは浜松を出ると姫路まで扉が開くことはないんですよね。3時21分米原駅をサンライズ瀬戸号発車していきます。ここから先神戸まで JR 西日本管内の東海道本線走行していくわけです。列車が現在通過しているのが草津駅です。ここから先山陽本線西明石までの 120.9 キロっていうのが日本最長福福線区間になっています。内外緩急に分かれた福福線区間を走行していくんですよね。東海道本線米原京都間っていうのは琵琶湖線っていう路線愛称がついています。ただ琵琶湖の景色が見られるのは石山通過前、ちょうど瀬田川を渡っているタイミングだけなんですよね。山科通過直前に滋賀県から京都府へと入っていきます。列車が現在通過しているのが京都駅です。名古屋と同じく全新幹線が停車する駅なんですが、サンライズ瀬戸号は通過していきます。運転停車もせずに通過です。なんか新鮮な感じがしますね。京都通過後すぐに日本一長い在来線山陰本線とお別れしていきます。山陰本線分岐後、梅小路機関車館と京都鉄道博物館があるわけです。山崎駅です。この駅のホーム神戸寄りに京都府と大阪府の境目があります。ここから大阪府列車走行していくんですよね。列車が現在通過しているのが高槻駅です。普段の下り寝台特急っていうのは日本最長福福線区間内側線を走行していきます。ただ本日のサンライズ瀬戸号っていうのは草津からひたすら外側線走行しているんですよね。通過しているのが新大阪駅です。サンライズ瀬戸出雲号を除き全列車が停車する駅なんですが、
このように寝台特急は通過していくわけです。尼崎通過前に地下から JR 東西線が上がってきます。そして列車中島川を渡っているんですが、ここにね、大阪府と兵庫県の境目があり、列車ここから兵庫県走行していくわけです。通過しているのが尼崎駅です。尼崎通過後すぐに福知山線こと JR 宝塚線が高架へ上がっていく形でお別れします。JR 琵琶湖線、JR 京都線では内側線を走行していた寝台特急サンライズ瀬戸号なんですが、なんと JR 神戸線に入ると内側線を走行していきます。普段内側線っていうのは各駅に止まる普通列車か福福線区間のみ通過運転をする快速列車が運行する路線で、特急列車といったものは基本的に外側線を走行することになります。内側線で特急列車が運転するっていうのは寝台特急ならではなんですよね。列車が現在通過しているのが三宮駅です。上り寝台特急は三宮停車なんですが、下り寝台特急は三宮を通過するんですよね。上下で停車駅が若干異なります。通過しているのが神戸駅です。東海道の終点にして山陽の起点駅です。東京から続いてきた東海道本線はここまで、ここから山陽本線を列車走行していくんですよね。続けて兵庫駅をサンライズ瀬戸号を通過しています。日本最長福福線区間草津兵庫間っていうのは方向別福福線だったわけなんですが、兵庫西明石間っていうのは列車線と電車線に分かれた路線別福福線になります。そのため内側線と呼ばれてたものが電車線に、外側線と呼ばれてたものが列車線に分かれたわけです。山陽本線須磨海浜公園朝霧間では瀬戸内海沿いに列車走行していきます。進行方向左側には雄大な海の景色楽しむことができるわけです。ただまだ朝日が出てない、外が暗い状態ということでね、海の景色がちょっと楽しみづらくなっているのが現状です。さて列車は青森総合車両所明石支所の裏手を走行しています。下り電車線っていうのは明石支所の裏手を走行するんですが、列車線の上下線と上り電車線っていうのは表側を走行します。他の3線とは違った形で明石支所を見ることができるんですよね。そして列車が現在通過しているのが西明石駅です。東海道線草津駅から続く 120.9 キロ、日本最長福福線区間はここ西明石までとなっています。日本最長福福線区間が終了ということで、西明石通過後電車線が列車線へ合流する形で福線へと戻っていきます。列車はまもなく姫路駅に到着するんですが、
おはよう放送の前ということで、熱海、沼津、富士、静岡、浜松と同様、到着前の案内放送はありません。姫路で降車する際は、折り過ごしに注意しましょう。東京を出てから7時間35分、やってきたのが姫路駅です。4時間13分ぶりに扉が開いたわけです。この姫路駅では乗務員交代のため2分ほど停車時間があるわけです。また姫路駅では対面乗り換え4分接続で山陽本線普通列車岡山行きに乗り継ぐことができます。姫路岡山間の各駅乗り継ぎよくなっているんですよね。5時26分姫路駅をサンライズ瀬戸琴平行き発車していきます。次の停車駅が今回下車する岡山です。夏だったら姫路駅付近でもう外は明るくなってくるんですが、今は秋から冬になろうとしている頃、姫路駅付近でもまだ外は真っ暗といった感じになっています。通過しているのが上郡駅です。山陽本線と智頭急行線の分岐駅ですね。上郡通過後すぐに智頭急行線が高架へ上がっていく形でお別れしていきます。上郡下水士官で船坂トンネル走行していきます。兵庫県と岡山県にそびえる船坂峠越えのトンネルです。このトンネルを抜けたら列車岡山県内に走行していくんですよね。また上郡下水士官っていうのは船坂峠越え区間になっています。駅間 12.8 キロあるんですが、実はこれ JR 西日本管内の在来線で最も長い駅間なんですよね。少し前までは北陸トンネルが絡む南今庄敦賀間だったんですが、第三セクターハピライン福井に移管されたことによりこの区間が JR 西日本管内最長となったわけです。瀬戸号単独運転のため岡山駅での切り離しの作業がございませんのであらかじめご了承ください。あと20分ほどで岡山に到着をいたします。降りのお客様、お忘れ物のないようご支度ください。
様、おはようございます。おはようございます。ただいま列車は時刻を過ぎ、あとおよそ10分で岡山に到着いたします。お客様、お待ちの対応をしてください。出口は左山、8番乗り場に着きます。東岡山通過前に赤穂線と合流します。そして通過しているのが東岡山駅です。岡山駅で6時東京を出てから8時間37分、やってきたのが岡山駅です。本来であればこの岡山駅でサンライズ瀬戸とサンライズ出雲が分割するわけなんですが、本日はサンライズ瀬戸の単独運転ということで岡山で分割することはありません。また今回私はここ岡山でサンライズ瀬戸を下車します。出雲運休でまさかの単独運転。サンライズ瀬戸号に乗ってみた動画いかがだったでしょうか。予備車故障と検査のタイミングが重なったことにより車両が足りなくなったため瀬戸単独運転が発生したわけです。今回は接触事故によるものでしたが、正直サンライズエクスプレス自体老朽化が進んでいるのでいつなくなってもおかしくない状態です。ぜひ今のうちから国内最後の寝台特急へ乗車してみてはいかがでしょうか。ではこの動画はこれおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。